柴犬の子犬がスイカに興味津々、サーカスみたいですね。柴犬の子犬が興味を持ったのは、スイカ、大玉転がしのようなワンシーンを捉えた映像がツイッターで話題になっています。おっきなスイカだね、と柴犬夏目さんのツイート投稿。投稿されたツイートを見ていくと、スイカとご対面する柴犬、これは何かな、と小首をかしげているような後ろ姿がたまりません。そして、スイカを興味深く眺めているようです。子犬が小さいのか、はたまたスイカが大きいのか、スイカの中に入れそうな柴犬のサイズ感にびっくり。くんかくんか、ヘタが気になるのでしょうか。匂いもチェック。ツイッター上では、興味津々の姿に胸熱ですね。夏目はん、これがスーパードラゴンボールだよ。願いが叶いますよ。可愛すぎます。サーカスみたいですね。朝から禁止です。可愛すぎる。とコメントが寄せられていました。